新庄監督、謎の行動をする。4対3でソフトバンクが勝利。試合後に藤本監督の会見が始まると、インタビューの序盤で新庄監督が会見場に姿を現し、無言だったが笑顔で藤本監督に拍手を送った。相手指揮官の予想外の動きに表情を変えなかった藤本監督だが、おめでとうっていうことなんかなと苦笑い。日本ハムは本当に強いチームですよね、侮れない、これからもっと強くなると思いますと話した。藤本監督は以前、現役でサイボーリックス行った時にね、新庄監督とマンション一緒やったんですよ、いつも出る時間一緒やって、僕が出るのを待ってくれてた、礼儀正しい子ですよと意外な縁を明かしていた。いや、なんしてんだよ、シーズン途中だけども後ろ渡ってことですか。マンションってどこよ、飯食いに行く約束でもしてたんか。来年は SB 新庄監督ってこと。現役時代のエピソード結構可愛げあるな。新庄のイメージと違う。試合後のインタビュー短かったからな、暇だったんだろう。記者に混じって質問でもしたら面白かったのに。もうバレてるんだから変わり者のふりしなくていいのに。来年ソフバンの監督に内定してるからな。なんやろね、煽ってるようにしか見えんけど、藤本も大人の対応してんな。矢野だったらとか立浪だったらとか、いろいろ想像してしまう。近藤、お前だれ、入ってくんな。おめでとうっていうことなんかな、これは流行る。ご視聴ありがとうございました。